今回は左右のイラストで異なる箇所が3つある難しい間違い探しです。制限時間は90秒です。全問正解を目指して挑戦してみてください。それでは早速始めましょう。1問目です。桃太郎のイラストですね。3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目は、桃太郎の羽織の柄が消えていました。二つ目は、鬼の髪の毛の色が変わっていました。そして三つ目は、桃太郎の赤い鼻緒が消えていました。すべて見つけられましたか？2問目です。カチカチ山のタヌキのイラストです。それでは3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目は、タヌキの頬の色が消えていました。二つ目は、背中の炎の色が変わっていました。そして三つ目は、ウサギの表情が変化していました。3問目です。金太郎のイラストです。3箇所の間違いを探してください。
答え合わせです。まず一つ目は、ここの影がなくなっていました。二つ目は、金太郎の口元が変わっていました。そして三つ目は、熊の汗の色が変わっていました。4問目です。浦島太郎のイラストです。3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。まず一つ目は、服の色が変わっていました。二つ目は、亀の尻尾が消えていました。そして三つ目は、亀の口が消えていました。時間内に正解できましたか？5問目です。おむすびコロリンのイラストです。3箇所の間違いを探してください。答え合わせです。一つ目は、おにぎりの海苔がなくなっていました。二つ目は、足元の草の色が変わっていました。そして三つ目は、おじいさんの眉毛の向きが変わっていました。すべて見つけることができましたか？おまけ問題です。バスに乗っている様子のイラストです。3箇所の間違いを探してください。
タイムアップです。この問題の答えはクイズッキュンの過去の動画で見ることができます。概要欄に URL を記載していますので、答えをチェックしてみてくださいね。以上で問題は終了です。いかがでしたか？参加賞90秒で全部探し当てるのは難しいですよね。他の動画の問題にも挑戦してみてください。コメントや高評価をお待ちしていますね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。